皆さんこんにちは、伊豆です。本日もプロスペースやっていきます。本日の企画はこちら、全国大会の結果をちょっとお知らせしていこうと思います。まあ今日は結構話すだけですね。まあ今後のオーダーの作り方とか、まあ、次回の目標なんかも話していけたらと思うんで、まあちょっとまああんまり面白くない動画かもしれませんが、少し見ていってくれると嬉しいです。ではいきます。大会の結果から見ていきましょう。まあ見れると思うんですけど、大会の結果は111位でしたね。はい、レートは9110と、でまあ勝率としては8割9分という感じだったんですけど、後でまあ日にちごとですね、どんな感じで戦っていったかなど話していけたらと思うんですけど、でまあ最終のレートが9110やったんですけど、まあ100位の人のレートが9400くらいやったんで、うん、まあ猛者の人や猛者っていうか順位が上の人やったらまあ2試合くらいですかね。でまあ10位が下の人やったら、まあ、3試合4試合くらいあればまあ100いけたのかなと。勝てばですね。はい、ですがまあ試合数もうほんと最後のギリギリまでやってたんですけど、まあ111位でしたね。9110でレートがですね。はい、でまあ報酬としては101位から500位なんで、まあいや緑のリボン欲しかったんですけどね。今回は紫のリボンとSラン契約書、いや自チーム契約書もめちゃくちゃ欲しかったんですけどねでまあ100エナジーと勝ち星100個という感じですね。はい、Sラン契約書はもうグランドオープンしてから引きますかね。ではちょっと、まあ、どんな風に戦っていったかっていうのを話してきたいと思います。でまあ1日目からこのオーダーがですね、1日目から、まあ、5日目の前半くらいまでのオーダーですね。はい、まあ、こんな感じで戦っていったんですけど、まず野手陣ですねは、まあやっぱアーティストは結構打てるなと、結構理不尽なですね、ボール球でもヒットになるなという感じでやったですね、ギータさんとココバスさんですねが一番打ってたかなと。でまあその次にまあ川崎さん、井出穂さんかな、結構上位打線に置いてましたしね。でまあその次に佐々木さんという、まあ 1,2,3,4,5 が順番通りに来てた感じなんですけど、まあ順番通りじゃないですね、まあ、ギータとココバさんがちょっと抜けてたなという感じだったんですけど、まあそのせいで結構調子良かったんですよね。でピッチャー陣はまあ東山さん、千賀さん、荒垣さん、杉内さん、和田さんと、うん、まあ和田なんていうんですか、本当もう全然中継ぎ使わなくても結構抑えれてたんですよ。初日からまあ5日目4日目ぐらいまでかなは結構抑えれてましたし、そうですね、まあ二保さんも結構活躍してくれましたね、まあ、獲得して良かったなという感じなんですけど、そうですね、まあ、杉内さんも東山さんですねがちょっと打たれるかなと思ってたんですけど、まあ結構打たれなかったですね。東山さんはもうタイピン出たらほぼ打たれない、まあ、シンカーとかに貼られてたらまあきついんですけど、結構球種も 多いですしね、東山さんは。でまあ杉内さんは結構ストライクで勝負してしに行っていいのかなと、まあ、変化量結構大きいんでですね、うん、ドロップカーブ、スライダーがですね結構大きい球種になってくるんで、ストライクゾーンでもちょっと勝負したらよかったなと個人的には思いましたね。ドロップカーブとかもストライクゾーンでも全然抑えれる球になってくるかなと、まあ、結構強い人には厳しいかもしれないですけどね。でまあ和田さんはツーシームのボール球振らせたり、まあ、スライダーをでストライク取っていったり、まあ、スラカットですねで攻めていったりって感じだったですね。でも荒垣さんはもうほとんどストレート、ツーシーム、バニッシュ、フォークしか投げてないですね。ほとんど絶対、いやもう投げてないですわ、スライダーとカーブはやったですね。でまあ千賀さんは、まあ、相変わらずって感じなんですけど、やっぱ思ったのがランク戦とちょっと大会の配球は変えた方がいいなということですね。まあ、荒垣さんとか千賀さん特にですね、まあ、東山さんは結構まだランク戦で使ってないんで、まあ、荒垣さんもですけど、ランク戦でも ほとんどあんまり使ってなかったんで、まあ、ランク戦と比べることできないんですけど、まあ結構大会向きの投手なんじゃないかなと思ってます。でまあ千賀さんですね、千賀さんはなんて言うんですかね、結構ツーシームに貼られてますね。いや結構というかほとんど9割9分がツーシームとかに貼られてると思うんで、まあストレートが結構強い球種になってきましたね、ランク大会ってなるとですね。あとはボール球が多めになってきますかね。千賀さんはですね、結構甘いところは打たれるなと、ランク戦とかやったら結構甘いところも有効になってくるんですけど、なんか大会ってなると結構厳しいボール球かストライク球かわからないところとかに投げるのが強かったかなと思いますね。でまあ荒垣さんはそうですね、荒垣さんは結構バニッシュは甘いところに投げてもいいかなと、どこからでも落ちるんでですね、で変化量も大きいんで、まあ合わせづらいのかな、結構猛者の方でも打ちづらそうにしてましたね。でまあフォークも結構効果的に使えてたと思うんですけど、まあ荒垣さんも配球次第ってとこですかね。でまあ杉内さんはまあさっき言った通り、まあ、ストライクゾーンでもうちょっと攻めてよかったかな、ボールボールで後手後手に回ってしまって結構ストライク投げて打たれることが多かったなと。まあ後半はですね結構打たれなかったのかな。で和田さんはまあ結構安定しましたね、この大会通してですね。いや和田さん本当に安定してますね、結構強かったです。はい、
まあ、中継ぎで行くんですけど、まあ、一番安定してたのは泉さんですね。でも、まあ、タイピンチ持ってるんですけど、まあ、ピンチの場面で出したら1点では抑えてくれますね、確実に。はい。で、まあ、その次が二保さんあたりですかね。ちょっとモイノルさんなんか打たれるなって印象やったんですよね。まあシリーズ1ってのもあるんですけど、うん、どうやったかな。やっぱですね、変化量が大きくてもですね、いや多分モサっていうか強い方じゃない人には、まあ、通用すると思うんですよ。ただその場面で投げてないってだけでですね、結構モイノルさんとか泉さんは結構強い人とかに当ててたんでですね。はい。でも、まあ、高橋嶺投手ほとんど1試合も投げてないですね。ずっと入れてたと思うんですけど、で貝野さんは 2,3 試合ぐらいしか投げて、本当中継ぎ使ってないですね。で使ってたとしては泉さん、二保さん、モイネロさんあたりやったんで、結構ピンチの場面とかで変えることが多かったんでですね。で、まあ、東山選手は結構タイピン持ってたんであんまピッチャー変えなかったんですよね。ってことなんで、まあ、杉内さんとか、まあ、和田さんでたまに変えたかな。で、まあ、その辺でしかあんまピッチャー変えてないんですよね。いやどうなんですかね、ちょっともうちょっと継投してもよかったのかなと。やっぱなんか千賀さんとか荒垣さんになってくると、まあ、打たれてもなんか継投しにくいんですよね。で、まあ、そこで、まあ、荒垣さん千賀さん打ち込まれて強制とかもあったんで、まあ、もうちょっと継投してよかったなって感じですね。はい。で、まあ、まあその辺なんですけど、まあ、5日目6日目ですね、めちゃくちゃ沼ったんですよ。いや6日目ほとんどしないですけど、5日目めちゃくちゃ沼って本当打てなくて、まあ、体調も悪くてもう本当打てなくて、いやもうこれはあかんなと。で特にですね、上林選手がもう本当10試合連続で打てなかったくらい打ててなかったんですよ。なんで、まあちょっと買い時かなって感じで、まあここですねを変えて、まあレフトに明さんを置いてましたね。まあ守備がちょっと安定してるんで、長谷川さんちょっと補給低いんですよね。そこがちょっと、うん、なんていうんですか、本当守り抜かんと全然打てなかったんで、でまあ結構配球というかピッチングもです、ね、防御率も結構悪かったんですけど、まあ守り抜かんとダメと思っててですね、まあ、結構この、まあ、それには一番はですね、バイスさんを置いてた方がいいんですけど、まあそれだとまあ1人が確実にアウトになるってなるとですね、ちょっと厳しかったんで、まあこんな感じで打順はほとんど書いてないですね。明さんのところ、バイスさんのところは明さんにした感じなんですけど、でまあ4日目の後半から5日目は3試合だけしたんですけど、5日目ほんとできなくてですね、だけしたんですけど、まあこの形で結構ちょっとそれでも勝てないなと、ちょっと伸び悩んでですね、最終的にですね、最終日7日目ですねを始めるまで、何位やったかな、ほんと500位くらいまで落ちて、レートも8000切ってたんですよね。はい。で、まあ、これじゃやばいなと。で、まあ、その次に打ててなかったのがグラシアル選手なんですよ。で、まあ、打順見てもらったら分かるんですけど、いや、違う、打順が違うな。普通に違ったわ。1日目からの打順がですね、こうしてたんですよ。1日目ですね。1日目から5日目ですね。で、まあ、5日目は林さんのところ、ここに林さん入ってたんですけど、まあ、林さんが打てなかったんで、こう明さんに変えましたね。で、まあこうしてたんですけど、で、まあ打順見てもらったら分かるんですけど、グラシアル選手がまあ打てなかったんですよ。で、まあ明さんの得能が全然出ないと、もう本当話ならんっていうか、うん、ちょっとグラシアル選手を変えやんなということで、ちょっとここを変えてですね、まあ左の代打で栗原さん入れて、結構左多めになりましたね。グラシアル選手外したんでですね。で、まあ打順も変えたんですよ。ですね、この打順ですね、結構下位打線に厚みを持たせたいと思ってたんですよ。まあどこからでも点数が取りたいと思ってたんですよ。なんでまあ川崎さん1番で本田さん9番とかにしてたんですけど、やっぱちょっと初回に0点はきついなと思ったんですよね。ちょっとプレッシャーも相手にかからないですし、ちょっときついなと感じたんで、ちょっと打順も、どうしてたかな、まあこのまま下げてたかな、いやここは変えてたかな、まあこんな感じにしてたんですよ。で、まあ、これで最終日は戦いましたかね。はい。で、まあ、結構ですね、佐々木さん、一番良かったなと。いや、本田さんのところが井口さんやったら結構佐々木さん一番で使えるんですけど、まあ、8番、9番に川崎さん、本田さん並ぶのきついなってちょっと思ってたんでですね、まあ、この打順ちょっと嫌やったんですけど、まあ、この打順が大会中は一番良かったかなという感じですね。で、まあ、川崎さんと本田さんに代打出すんで、今宮さんを、もう絶対代打出してたんですよ、川崎さんと。本田さんですね。いや、まあ川崎さんはたまにですね、打席、まあ時と場合によってですね、川崎さんとか、まあ、たまに立たせたんですけど、基本代打ってことで、でまあ1巡目から変えるんで、まあ今宮さんを入れましたね。でまあ今まで今宮さん入れてなかったのは、片方にだけ代打出してたんですよ、基本ですね、川崎さんと本田さん、川崎さん1番の打順ですね。
で、まあ、例えば本田さんに出して、で、まあ、牧原さん守るじゃないですか。で、まあ、もう一巡回ってきた時にもう一人代打出して、で、まあ、セカンド守れないときつかったんですよ。なんで、まあ、あれですね、セカンドとショートどっちも守れる明石さん入れてたんですけど、まあ、この打順になるとですね、まあ、どっちにも確実に代打出すんで、で、まあ、1巡目にどっちも出すんで、まあ、出さなくても2巡目に出しても別にどっちも守れるじゃないですか。なんで、まあ、そんな感じで牧原さんと今宮さんを入れてましたね。で、まあ、守備に使わせる感じですね。で、まあ、結構牧原さんと今宮さんですね、中ランドなんで、まあ、ホームランも出るかなと、川崎さんと本田さんに比べたらですね、という感じだったんで、まあ、結構打席回ってきても打ってくれてましたね。まあ、1回か2回やったと思うんですけどね。はい。で、まあ、代打は栗原さんとグラシアル選手ですね。で、まあ、チャンスの場面やったら、まあ、結構栗原選手のことが多かったですかね。はい。結構チャンスで回ってきてましたね。栗原選手の方が多かったかなという印象ですね。で、まあ、そんな感じですね。打順としましてはね。で、まあ、7日目ですね。はこのオーダーでやってたんですけど、そうですね。まあ、最初始めるまで8000切ってましたね、ボーダー。本当やめようかなとか、ずっと思ってたんですけど、まあ、最終日だし、まあ、変わんないかと思ってですね。繊維も、まあ、その時500くらいだったんですけど、繊維も500位も100位も変わらんかなと思って、何言ってるか分かんないんですけどね。まあ最低でもリボンは取れるかなという感じだったんですよ、個人的にですね。繊維は硬いなと思ってたんで、もうこうなったらやり込むだけだと、もう100位目指すしかないと思ってたんで、はい、最終日5時間6時間ぐらいやりましたかね、今日ですね。で、まあ結構勝ててましたね。途中10連勝くらいした時もありましたし、で、なんだかんだボーダーというか、レートですね、最終的には9100くらいやったですかね。まあ、最後も時間があれば100位いけたかなと、いや、まあ勝てばですね、まあ、調子も結構落ち気味あったんでですね、まあ、最終日ですね、めちゃくちゃもうこんな5時間もぶっ続けでリアタイやったことなかったんで、結構落ち気味あったんですけど、まあ最後ですね、なんとか、まあ、9000人乗りましたね。ほんと最後30分ぐらいで乗って、まあ、最後の1試合で勝って、まあ、9100ぐらいやったと思うんですけど、はい、まあ、こんな感じですね。で、まあ、今後としましては、ちょっと弱いなって感じた部分が、まあ最低でもダイラー出すところは1枠にしたいなと思いましたね。ちょっとベンチ枠的にもですね、はい、なんで、まあやっぱセカンドは本田さんじゃなくて井口さんを置きたいなと。で、まあ井口さんがですね、守備 B とかに上がってきたらでかいんですけどね。どうですかね、守備 B っていう、まあ最低68くらいですかねに上がってきたらでかいんですけど、まあさすがに上がってこないかなと。ホークスの選手あんま上がって出てくることないですよね。結構巨人とかの選手は上がってきたりするんですけどね、はい、井口さんは結構上がったんですかね。でも、まあ2016に最初出てたんでですね。あとは左の強打者が少ないなと、パワーヒッターですね。まあ、右で言ったら、まあ、小久保さん、イレホ、グラシアル、まあ、バレンティン・デスパイにマッチとかいたんですけど、まあ、左ってなると柳田さんだけなんですよ。で、まあ、城島さんですね、パワーヒッターですね。で、まあ結構ラインドライブの選手入れてると思うんですけど、まあ、左の強打者が少ないなと感じましたね。なんで、まあ松中さんとか門田さんが獲得できたらいいなと。いや、松中さん出なかったの地味にでかいんだよなって感じなんですけど、まあ、結構今年の OB 豪華だったんでですね、去年とかに比べてもですね、なんで、まあ文句はないですね。はい、あとは、まあ、そんなとこですかね。あともう一人くらい守備も良くて打撃もいい外野手が出てくれると嬉しいんですけどね。ちょっとバリエーションも多くて、あと右の守備も良くて、右バッターのですね、守備も良くて打撃もいい打者とかが出てくれたらですね、嬉しいって感じなんですけど、アキラさん昔っていうか前ですねは守備70あったんですけどね、 B の、去年ですかね、試合出てなくてちょっと守備落ちちゃってるんですけど、まあ、そんなとこですかね。まあ、キャッチャーも城島さんで良かったですし、サードも硬かったですね。で、まあセンターライト、まあ、佐々木さんはめちゃくちゃ活躍してくれました、ね、めちゃくちゃいいです。守備も良くて打撃もいいと、まあ、外せませんでしたね。イレホさんも結構ちょっと沼った時は打てなかったんですけど、まあ、中盤ですね、まあ、佐々木さんに変えてからですねは結構井出穂さんも続いて打ってくれてましたね。で、まあ、次回はですね、今回、111位やったんですかね、111位やったんですけど、まあ、実質1位じゃないですかそれやったら11,111ですね。はい、なんか1、そうですね、いや、まあ結構ですね、もうちょっとやり込めば上に行けたなという感じだったんで、まあ、次回の目標は50を目標に頑張っていこうと思います。はい、50位って言ったらレートが9500ぐらいやったですかね。いや、ちょっと見てこよう。いや、まあ見らんでもいいが、9500くらい、9600ぐらいやったですかね。まあ50位、まあ、50位も100位も変わらないんですけど、報酬とかですね見ると。でも、まあ50位くらいが妥当かなという感じなんで、はい。で、まあ強化ポイントですね、まあ TS では、まあ、井口さんですね、セカンドに井口さんとか、ピッチャーでは武田翔太選手ですねが出てくれたらいいなと、まあ、その辺が強化
できて、まあ、シリーズ1のチーム魂杯ですねには挑めたらいいなという感じですね。いやあとはもう本当東山選手とか石川選手が強化されてきたら戦えると思うんですけどね。はい、あとはコリン・レイ選手という選手がですね、あとマルティネス選手ですねが結構リアタイでも使えなくもないかなと、まあ、先発、まあ、コリン・レイ選手は先発に入ってくるかなと、まあ、マルティネス選手は中継ぎも投げてたと思うんで多分中継ぎには入ってくるかなという能力で出てくると思うんで、まあ、その辺に期待ですかね。はい、あとは、まあ、そんなとこですかね。あとは TS では内川さんとか出てくれば、まあ、ファーストの守備、うん、どうですかね、まあ、多分広角持ってくるんかな、まあ、1番目か2番目か分かんないですけど多分持ってきますよね。なんでまあファーストに使わせようかなと、多分高弾道かな、いや中弾道か高弾道にもよりますね。高弾道やったら結構入れたいんですけどね。あと TS で出てきそうな選手ですねは、まあ、そんなとこですかね。そんなとこですね。まあ、井口さんがチーム魂カップがですね来る前に出てくれたらいいなって感じですね。では、まあ、ちょっと長くなりましたかね。ちょっとベラベラ喋ったんですけど、まあ、こんな形で、まあ、大会は終わろうと思います。ちょっと大会の動画についてちょっとお知らせですね。今日までですね、今日までっていうか昨日この前この間までちょっと大会ですね、なんかちょっと順番でですね結構最初の方から上げてたんですけどちょっと時間かかりすぎるなと思ったんで、もう12球団別相手別ですね、12球団球団ごとにちょっと動画出していこうかなと、ちょっと整理が大変なんですけどね出していこうかなと思うんで、まあその方がみんなも見てて楽しいのかなと思うんでそうしていこうと思います。ではまあこんな感じで終わろうと思います。まあですね、まあ結構燃え尽きてるんで、まあ今後もモチベ保っていけるように YouTube もですね頑張っていこうと思います。できれば毎日上げたいんですけどね、ちょっと頑張っていこうと思います。はい、あとチャンネル登録者数200人突破したんですよ。いやちょっとこの調子で増やしていきたいですね。本当ありがとうございます。感謝です、感謝です。はい、ではそうですね、まあ、皆さんの順位とかも教えてほしいですね。あの大会ですよね、結構純正の人が多く見てるかなと、まあ、その結果教えてくれるとコメントで教えてください。はい、でも結構ホークス純正の方とも当たったんで一人コメント欄で対戦しましたよって来てくれたんですけど、いないですかね対戦してる人。まあ対戦してたらコメントお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ゆずでした。